中日英国大使館はイギリス政府が日本に設置している大使館である。所在地は東京都千代田区一番町1。東京都千代田区一番町の中日本国英国大使館は日本におけるイギリス政府の主要代表機関であり、在大阪英国総領事館と協力して日本でのイギリス情報を提供のために活動している。東全寺。 1860年代3代、広重が、高輪イギリス館1868年、高輪東全寺にある、最初のイギリス公使館後の、赤氷東京の英国公使館。1888年ボイス設計の赤レンガ作りの英国大使館。東京不明小図へより、国会図書館、近代デジタルライブラリー1859年7月6日。 ラザフォード・オールコックにより、高輪東善寺に英国総領事館が開設された。オールコックの講師昇進により、領事館は公師館となった。しかしながら、二度の東善寺事件により、公師館員が殺傷されたため、公師館は横浜に移った。その後、江戸幕府は、英国を含む5カ国に対して建設費の1割を年賃大量とすることで、 公使館を品川御殿山に建設する約束を交わした。オールコックはスケッチ案を幕府作事方に提示し、不審は順調に進んだが、完成直前の1863年1月31日に高杉新作らによる焼き打ちにあってしまった。二代目公使ハリーパークスは、戦学時前に仮公使館を残しながら横浜に公使館を移すことにし、 1866年になって横浜外国人居留地の技師のブリジェンスに横浜仮公使館と領事館の設計を依頼した。1867年に英国政府は極東在外交館施設建物の本格的営善のため公平ウィリアム・クロスマン少佐を派遣し、クロスマン少佐の修正案により横浜公使館と領事館が完成した。 また、クロスマン少佐の提案により、上海に英国公務局文書が置かれることになり、同事務所により、局党における英国高官建築の継続的営然が行われた。明治維新後、多くの大名屋敷が空になった。このため、1869年1月頃、パークスは、公使館を三田上の沼田藩の蚊屋敷跡に移した。さらに、パークスは、 高級的な公司館用地を求めて、江戸城近くの複数の用地を物色した結果、1872年5月、七子半城屋敷、釧路半城屋敷、七日市半城屋敷、及び旗本水野兵部の屋敷跡を合わせた12,306坪の、本契約では18,33坪、ほぼ永久に対応されることとなったが、賃料が低い水準に抑えられたことが、 両国間の問題となっていく。その後現在に至るまで、この場所が英国大使館に、公使館から大使館に昇格の所在地となっている。一番上の公使館は、英国公務局上海事務所の議士長、ヘンリー・ボイスセッしかしながらこの初代の建物は、1923年の関東大震災で完全に倒壊した。 現在の建物は1929年に建てられたものであり、大使館として建てられたものの中では現存する唯一の戦前以来の建築である。また、1987年、新館と呼ばれる2番目のオフィス用建物が完成した。太平洋戦争の勃発とともに、日英の国交は断絶し、大使館も閉鎖された。終戦直後、大使館は、 イギリス海軍の管轄下に置かれ軍艦扱いされた。艦名はリターン号であった。1946年6月、大使館は中日英国連絡交換として通常の業務に戻り、1952年4月28日のサンフランシスコ講和条約の発行に伴う日英国交回復により大使館の名称に戻った。 2011年3月11日に発生した東日本大震災の際の福島第一原子力発電所事故に伴い、ドイツ、スイス、オーストリアなど25カ国以上の国が東京の大使館を閉鎖、あるいはその機能を関西異性に移したが、英国はイタリアなどとともに東京都に留まった。大使館のウェブサイトでは在日イギリス人に向けて、 英国の原子力専門家の見解を示し、福島第一原子力発電所から一定の距離を保てば、放射能汚染を過度に恐れる必要はないことを科学的に説明。また、当時のディビッド・モレン中日英国大使は、支援物資を乗せた自動車を連ねて宮城県に入り、震災発生の2日後から16日まで現地の避難所を回った。1872年以来、 日本国政府はイギリス政府に対して3万5000平方メートルの国有地を貸し付け、そこに英国大使館が設置されている。賃貸料は10年単位で、両国政府間の協議にて決定してきたが、2013年には路線化約700億円に対し年間の賃貸料は8129万円と極めて低めに設定されており、協議が難航することも多く、 抜本的な問題解決が望まれた。2013年12月、両国政府の間で土地を日本側とイギリス側で分割することで基本的に合意し、最終的に8割程度がイギリス側に譲渡される見通しとなっている。なお、イギリス以外にもアメリカ合衆国とスペインが日本の国有地に中日本国大使館を設置している。詳細は、 中日英国大使を参照。ありがとうございます。